朝晩はしっかりと冷えるようになり、ホクホクのかぼちゃ料理も食べたくなる時期ですね。10月中旬になるとかぼちゃは甘みが増して食べ頃を迎えます。かぼちゃを自宅で調理するとき、主婦を悩ませるのが切り方の問題です。かぼちゃはとにかく皮が硬くて切りにくく、包丁で怪我をしてしまいかねません。そこで今回は料理別のかぼちゃの切り方を紹介します。まずは基本編です。硬いヘタを避けて切りましょう。かぼちゃのヘタに包丁が入ると硬くて切れません。写真のようにヘタの手前に包丁を差し入れて、上から中央の綿を切るように力を入れましょう。かぼちゃの下の部分に包丁の先が当たったら、手首を下ろすように包丁を押すと切りやすくなります。反対側も同様にして半分に切りましょう。半分に切れたら三角形になるように包丁を入れて、ヘタの部分だけを切り落とします。断面を下にして安定させ、中央に包丁を入れて押し切ります。そして右側の写真、スプーンで綿をしっかり取り、さっと水洗いすれば基本的な下ごしらえは完成です。またこれは裏技ですが、かぼちゃを丸ごと電子レンジにかけて少し柔らかくしてから切る方法があります。この場合はかぼちゃが傷みやすくなるので、使い切らなかった分は茹でるなどしてしっかり火を通してから冷凍保存するのがおすすめです。では続いて煮物編です。かぼちゃの角切り、洗ったかぼちゃの皮をところどころそぎ取ります。煮崩れを防ぐために皮は残したいけれど、味を染み込みやすくするためのひと手間です。3センチから4センチ角になるように切り分けたら、角を削る面取りをします。角を丸くしておくことで煮崩れを防ぐ効果が期待できます。それから続いて天ぷら編です。かぼちゃの薄切り、基本の下ごしらえが終わったかぼちゃの皮を上、身を下にしてまな板に置きます。平らに切ってある身の面を下にすると安定して切れます。高さのあるところに包丁を当て、押すように力を入れて押し切ります。自信がない場合は塊のままラップをして、600ワットのレンジに1分くらいかけてから切ってみてください。少し柔らかくなって切りやすくなります。そしてこの他にもこんな切り方があります。スープサラダ編、かぼちゃのさいの目切りです。薄切りからさらにさいの目状に切ります。ミネストローネや昆布サラダにおすすめです。それからかき揚げや和え物編、これも美味しいですよね。薄切りにしたかぼちゃをマッチ棒のような細切りにします。他の具材と混ぜてかき揚げにするなど、さっと揚げて使うのに便利です。ごま和えや白和えなど、和え物にもよく合います。いかがでしたでしょうか。かぼちゃも切り方一つで料理の幅がぐっと広がります。食卓に積極的に取り入れて多彩に味わいましょう。